ただいまから農林水産委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日長峰誠君及び小槍隆君が委員を辞任されその補欠として磯崎洋介君及び松下新平君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、農林水産大臣官房長、水田正和君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います